アデレードの南南西にある半島がフルリオ半島。半島の先にはカンガルー島がある。フルリオ半島のブドウ園フルリオ半島はオーストラリア、南オーストラリア州州とアデレードの南南西にある半島である。フルリオ半島のフルリオはフランスの探検家、水路学者であるシャルル・ピエール・クラレット・ド・フルリオに、ちなんで1802年、サウス・オーストラリア州海岸を探検していた。 ニコラ・ボーダンによって命名されたものである。1911年王立地理学協会のサウス・オーストラリア州政府の代表者、シャルル・ピエール・クラレット・ド・フルリオの、またおいであるアルフォンス・ド・フルリオ伯爵の提案に答えて、フルリオ半島という名前は公式に使われるようになった。また、マシュー・フリンダースによって発見されたサウス・オーストラリア州の場所は、 ボーダンの探検隊が提案した名前が与えられた。アボリジニのガリンジェリ族やラミンジェリ人、ガウナ人等が居住していた。フルリオ半島の場所オーストラリア地名委員会は2001年、フルリオ半島の広さをこう定義した。セント・ビンセント湾と南極海の間の陸地の一部であるオールディンガからミドルとにより南側がフルリオ半島である。この定義は 今のところ広告されていない。そして何よりこれは地理的特徴の範囲のみを意図しており、産業や検疫のための地域識別には適用されない。フルリオ半島にはビクターハーバー、ノルマンビレ、ヤンカリラ、ラピットベー等の町がある。地域はインマンバレーとハインドマーシュバレーがある。フルリオ半島のジャービス岬とカンガルー島のペネシャーノ、 間にはフェリーが就航しており、ここからオーストラリア大陸からカンガルー島に渡ることができる。ありがとうございます。